エディ・キム単独コンサートエディズ・スチューディオの開催決定。明日9日からチケット販売スタ。写真イコールミスティックエンターテインメント歌手のエディ・キムが12月に単独コンサートを開催する。エディ・キムは12月8日の午後6時、ミカ・イファ女子高校100周年記念館でエディズ・スチューディオを開催し、観客たちに会う。今回のコンサートは、まるでエディ・キムが自身のスタジオに観客たちを招待し、近くで音楽を聴かせてあげるよう。なコンセプトで、甘い心のときめくラブソングから冬の夜を温める曲までの多彩なステージを披露する予定だ。2014年にデビューしたエディ・キムは、毎年のように単独コンサートを開催して観客たちに会っており、各コンサートでは自身の自作曲だけではなく、変わった編曲のカバー曲を公開するなどして人気を得ている。エディ・キムの単独コンサート、エディズ・スチューディオのチケットは11月9日の午後2時からメロンチケットを通じて販売を開始する予定だ。エディ・キムは今まで、君の使用法、ザ・マニュアル、駆け引きの達人、私の唇、温かいコーヒーのように、八道、パルダン、ダム、ハートパウンド、ドラマ OST、主題歌、綺麗だから、長い夜がき、レバ、などの多数のヒット曲を発表して自身ならではの音楽の色を見せており、先月11日には 3RD ミニアルバム、マイルス・アパートをリリースして、さらに成長したシンガーソングライターの姿を披露し、好評を受けた。